お、やっと届いたか。これこれ。格闘家ジョンジーブリスターパック。これ欲しかったんだよな。早速装備するか。ん？今度はなんだ？まさか、ピザのデリバリーじゃないだろうな。それは、身に覚えのないものだった。業者に何回も確認をしたが、住所はここで合ってるという。差出人こそ書いてないが、送り主の居所らしき住所が書かれていた。気味が悪かったが、もしも中身がピザなら、熱々のまま食べたいところ。でも、期待はしないでおこう。どうせ、中身はピザではないのだから。これは、前から欲しかった腕時計じゃないか。一体、誰がこんないいものを。先ほどまでの、気味の悪さも一転。俺は、まるで150メートル先の相手に弓でヘッドショットを決めたかのような嬉しさで舞い上がっていた。翌日、さらに一転。やはり送り主が気になった。どう考えてもおかしいのだ。今の俺にはフレンドもいなければ、この住所を教えた身内もいない。つまり、俺にプレゼントを送れる人はいないのだ。それに、送り主のこの住所の場所は、人が住めるような場所ではないと思うんだ。ん？まただ。はぁ、これでまた考え事が増えた。いや、何か手がかりになるものはないか？差出人は相変わらず不明。前回と同じ住所。特に変わったことはなかった。ただ、中身はどうだ？サッカーボール？これで、日々の運動不足を解消しろってか？おせっかいにも程がある。人の感度設定に、いちいち口を出してくる、フレンドぐらいおせっかいな野郎だ。俺には夢があった。いや、厳密に言えば、俺たちには、だ。あんな事故がなければ、今頃。いや、考えるだけ無駄だ。こっちは、おかげで筋肉痛なんだ。今日はもう寝るとしよう。おいおい、こんな深夜に一体誰だ？こんな時間じゃ、フォーバーイーツでさえ活動してないんだぞ。まさか、夜にしか活動しない、デイブレイクゴーストか？それとも、家を返してほしい、ザ・リーパーか？こんなモデルガンでも脅しにはなるだろう。一応持っていくか。ん？誰もいないぞ。俺は送り主が誰なのか、はっきりと分かった。クリエイターサポートは、ホラムビ。翌日、
送り主の住所へと向かった。こんなところに。ごめんな、寂しい思いをさせてしまって。俺にはフレンドがいた。サッカーでビクロイを取るっていつも話してたっけな。俺に届いたプレゼントはすべてお前が持ってたものだったんだ。あの日、俺たちの時は止まったんだよな。永遠に終わることのないアディショナルタイム。早く逃げろ。俺はお前を見捨てたんだ。今でも怒ってるんだろ。その時、爽やかな風が吹いた。お前、なのか？贈り物をするとき、相手の喜ぶ顔を想像して梱包するもんだ。今の俺の顔は、お前の想像していた顔かな。何、いつまでも落ち込んでるんだ。そんな風に聞こえた。こうして、俺のダウンタイムは終わりを告げた。新たなシーズンにキックオフだ。これは、あの時、俺が使っていた、フレーム棒？どこだ？敵はどこにいる？そこか！早く逃げろ！うわー！もしかして、あの建築の中にいたのは、あいつだったのか？俺の手で、キルしたのか？あの日、オウンゴールをしたことに気づかせるために、俺にプレゼントを渡し続けていたのか？レッドカード、一発退場。